が皆さん、美しいものと言ったら何ですか？何かな？ねねです。こよです。そう、お花です。お花会。ということで今回の企画はこちら。美適度チェックお花センスコンクール。今回この企画に欠かせない方をお呼びしたいと思います。ホロライブが誇るフラワー女王雪花ラミー先生です。どうぞ。そうなんですか。皆さんどうもどうもごきげんよう。あれ、今回のねコンクール、じゃあ黙っていただけます？今回のねコンクールの審査員を務めます華道師範の雪花ラミーでございます。皆様どうもどうも。これ本当に雪花さんですか？なんかキャラ変しました先輩。なんとラミーさんはですね、華道師範4級の資格を持っていらっしゃいますので、今回の審査員を務めていただきます。よろしくお願いいたします。どうも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 。師範4級ってでもどれくらいすごいかわからない。華道において、お弟子が持てるというぐらいのレベルでしょうか？弟子にしてくれる。お金いただきますよ。え、やめとけってこより。やだ、ぼったくられるぞ。養ってもらえるわけじゃなかった。なんで養わなきゃいけないんだよ。皆さんにはね、事前にフラワーアレンジの作品を作って、その写真を送っていただいておりましたよね。その作品をこれからラミー先生に評価をしていただき、お花センスコンクールの入選か残念賞かを決めようというわけでございます。まあ初めて挑戦したとはいえね、夢の中では華道師範準1級持ってるんで頑張りたいと思います。こよりも初挑戦でしたけど、ラミー先生のことを考えて作りましたね。あ、ゴリンナ。ゴリゴリとゴマをすってるような音が聞こえて。ゴリゴリしてますね。違います。愛です。愛。お花センスコンクール。じゃあちょっと名前を伏せた状態でお二人の作品見ていきましょう。わあ、楽しみです。じゃじゃん、降りてきました。この麗しい作品。なるほど。あ、こちらの作品なんか、なんでしょうね、なんかちょっと独特なフォルムなんですが、こちらちょっとどなたの作品でしょうか？はい、これはこよりが愛を込めて作りました。タイトルを教えていただけますか？知りたい知りたい。海岸のやめな。海岸してるんですね。はい。どこが、あそこがね、黄色い上がね。お口ですね。お口で顔。黄色が口なんだ。あ、なるほど。葉っぱは耳かこれ。あ、違います。葉っぱとちっちゃいお花でムキムキの腕を表しております。なるほど。全くわからない。ここにね、横にやめなの作者がおりますけれども。あ、そうですね。元はといえば。手にはなんかでかい耳の生えた、ひげの生えた。そうですね。見えるね。ラミーもちょっとモンスターか何かなのかな。違いますよ。何を言ってるんですか。限られたその素材の中でしっかりと目と口を作り、初めて待望の海岸をさせたというすごく可愛い瞳にねしてみました。目の中黒いで真っ黒ですね。目の中ね、光が見えないですか？まずね、やめなといえばラミーと同じこのアホ毛がね、まずポイントなんですよね。少ない素材の中でやっぱりどうにかこのアホ毛をね表現していただかなければ、やっぱりちょっとやめなとは言いにくいかな。やっぱゴマの音がする、ゴマすりの音がする。突き刺しとけよかったな。まあタイトルちょっとまず聞いてみます。そうですね、一応聞いてみましょうか。タイトルこちら、メダカ御用達最高の家。ああ、なるほどね。メダカは一体どこにいる？確かにメダカいます。あ、メダカ見たい。はい、どうぞお願いします。ああ、なるほど。ポイントとしてはメダカのすごく住みやすい家を意識して作ってみました。フラワーアレンジの作品で聞いてたんですけど、お花の色があんま好きじゃなかったから全部切っちゃったんだよね。このもずくみたいなやつのところに卵を産みつけることができるんですね。あー、知ってますか皆さん。メダカっていうのは普通のポットには卵産まないんですよ。こういうちょっとモズクみたいなところにしか卵産めなくて、なるほどね。やはりももすずさんにしか出てこない斬新な発想という点では良かったのかなと。大変だったんだよ、先っちょに細かい花がいっぱいついてるから全部切るの。一応このフラワーアレンジというか、まあ華道の世界では根元を隠すっていうのがねすごく大事でして、逆に出してくるというこの斬新の発想。確かに、まあせめてなんか切ったお花をここの下にこう散らしてそこを見えなくするとか、そういうのがあるとちょっとね良かったのかなと思いますね。全体的に緑しかない。いやー、これはいやー、どっちで締め取りたいのラミ。私もね何年かちゃんとお花の道を歩んでまいりましたので、びっくりしてしまったというのが一つですかね。それではこよりさんの作品から先生、評価をお願いします。後でアホ毛を刺します。そこまで考えて評価してください。お願いします。プレゼントします。プレゼントするということで、いや本当にいらない、本当にいらない。いやー、まあすごい聞いたことない声で出てる。ニュースせんでーやお花が届いた時点でやめなを作ろうと思ったそのセンス、はい、そして出来上がったこのやめなでない感で悲しきました。でもやっぱりね、お花を楽しんでいるという感じはすごくするなというところで、ギリッギリの流線って感じで、基本的に左右非対称という美しさというものがね、やっぱりお花を生けるときには大事だったりもするんですね。じゃあ好感触ですね。いや、好感触というか、まあもしかしたらこうラミーのアホ毛を入れることで、こう左右非対称でこう何かこうバランスのね変わった美しさがもしかしたら見えたのかなと思うんですけどね。どんまいどんまい、こうちゃん。くそー。ねねさん、ちょっと最後に一言言い残すことがあれば。本当にラミー先生にはもうこの2年間すごくお世話になっていて、もうなんか本当ずっと一緒にいたいなって思ってるし、これからもどうぞよろしくって感じだし、なんか本当にここにあと1本ねお花が生えてたらもうきっとパーフェクトな作品になっていたと思うんですけど、まあ今回はちょっとなんかお花の趣味があるとねスタッフさんでちょっと趣味が合わなくて、ちょっと今回はカッティングしてしまったんですけど、口だな。まあなんでね、ぜひお弟子によろしくお願いします。わかりました。ももすずねねさんのこちらの作品、お、来るか。これは残念賞です。残念賞。本当に何ですかね、魚の水槽部門とかね、そういうものがあれば、まあ絶対的に入賞したかと思うんですけれども、フラワーアレンジメントという点でフラワーをなくしたというそのちょっと大きな決断がね、あだになってしまったかなと。ちょっと自由すぎましたかね。お話ししたいと思います。そうですね、精進しろよねねち。最後にラミー先生、今回のお花センスコンクールの閉会宣言をお願いいたします。皆さん非常に素晴らしい個性あふれる作品ばかりで感動いたしました。これをもちましてお花センスコンクールを終了いたします。はい師匠。はい師匠、本心からのお言葉ありがとうございます。